えー、こんばんは日本では地方のゴミ出しの自治体で、ゴミは使わせる、使わせないで終わったですが、フランスではどういう仕組みですか、そんなないっすねあの普通にゴミ収集は、まあ、パリはあのパリ市がやるので、なので、ただあの、建物の中でその、まあ、一軒家に住んでる人ってほとんどいないので。 で、一応その、あの、建物の中でゴミ捨てる場所というのは決まっていて、で、そこにゴミ捨てると、そこであの、管理人さんだったりとかが、その時間になると、外にそのゴミ箱を出して、で、それをこう、ゴミ収集者が回収して、で、それをまたこう、管理人さんがゴミを、あの、ゴミ箱を中に入れるっていう構造で。だから、地方とかでも多分、まあ、あの、ゴミ収集は基本その地域自治体がやるので、なので、なんか、自治体、まあ、その、えっ、ー、と、民意のその、 あのやその、えっ、ー、と、村役場とかがやるもので、で、日本ってなぜか、田舎の方って、そのゴミ収集を、なんか民間がお金出して出し合ったりするんですよね。そのせいで、そのなんかゴミ収集所の管理運営みたいな、よくわかんない話になるんですけど、いや、それは、あの、地方自治体がやるべきでしょうっていうので、割と普通に自治体がやるべきことっていうふうに考えてる国の方が多いんじゃないかなと思いますけどね。